ご機嫌よろしいございます。チャヌンネルの中、ハッピーに松村総理でございます。ますよろしくお願いいたします。ご好評いただいております。茶杓の名シリーズでございます。ますよろしくお願いいたします。もうね、え二、ー、週目。そうです、ね。はい。ね、去年もね、八月の、えー、名をご紹介してますのでね、えー。概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思いますが。去年、ご紹介しなかった言葉、で、まあ。 一般的に8月あたりに使うねこと、えー、ですよね茶色の名に使ってもいいかもしれませんしお稽古の時にねさまざまな例えば、まあ、茶碗の名でもいいですし、うん、茶入れの名前でもいいかもしれませんし、ね、お使いいただけるような言葉でそのまた背景にねあるような意味合いみたいなこともご説明しますのでぜひ最後までご視聴いただければと思います,よろ,いますよろしくお願いいたしま,すまずじゃあ今回1つ目はですね「はい、朝顔」でございます。 ねえもう当然ですけど朝顔見ますよねます、まあ、8月に限らず7月8月、えー、ご覧いただく機会あるかと思うんですけれども朝顔、うん、といえばお茶の、ね、中で有名なエピソードがございます中にはねお茶してる方ご存知の方かもしれませんが一休さんのお庭にたくさん綺麗な朝顔が咲いてるというね ことを聞きつけた秀吉さんがぜひともねその朝顔を見たいから茶会を開催しろと秀吉さんが利休さんに命じましたであかしこまりましたということで秀吉が利休さんの家に向かうわけですよねで当然庭を途中横切るって秀吉さんはどんだけ綺麗な朝顔が咲いてるかなと思って楽しみに行くんですけども。 朝顔が咲いてててるるはずの場所に朝朝顔が全部刈り取られてしまってると<う>なんだよ朝顔を楽し,楽しみにしに来たのにもかかわらず全部ないじゃないかと思って少しこういぶかしげというかね少し怒り気味に、えー、秀吉さんが、えー、茶室の中に入るとでもうねどなりつけてやろうかぐらいの勢いで、えー、にじり口をくぐって秀吉さんが入って、えー、茶室を中に入ってみますと床を見上げてみますと一輪の朝顔だけがファーっと入って。 ていたということですよね。で、それを見て、その美しさに見とれて、えー、感服した、えー。秀吉は上機嫌で、そのね、利休さんの。まあ、創意、工夫、演出、その美意識というものに感動したということで。えー、利休さんを大変ね、褒めたというような逸話がございます。ここからね。何を学ぶかということなんですけども。まあ、当然、利休さんの起点の聞き方。まあ、演出、美意識の高さということはね。えー、なかなか真似できませんけれども。 たくさんあるお花というものをわーっと見るという美しさも当然あるかと思うんですけど逆にそれを排除して制限して一つのものだけにフォーカスすることによってその力というのがさらにね増幅されるということですよねもう今のね、まあ、仕事においてとか、まあまあ、当然お茶会においてですとか、うん、人とねコミュニケーションする上でもね、えー、役に立つようなヒントがそこに隠されているエピソードだなと思います。お茶の大事なな精神である一期一会みたいなところもね このエピソードからも感じていただけるのかと簡単に「朝顔」という名誉を言うだけではなくそういうエピソードも含めて何かね演出として使えたらいいかなと思うんですがいかがでしょうか2つ目にご紹介しますのは「かがり火」でございます。これもねねおんとかそうなんですよ、ね そそそうそうそうかがり火ですよね、えー、先祖様の魂が、ね、迷わないようにということでその火を、ね、焚くことによってちゃんと、えー、魂が、えー、戻ってきてくれるという一つの、まあ、夏に見る風物詩の一つかと、まあ、宗教的儀式でもあるんですけれども、まあ、かがり火当然この夏に見かけるんですが言うならば焚き火にも、ね、ちょっと近いというか、まあ、もっと言うとキャンプファイヤーみたいな感じですよねでキャンプファイヤーをしてですね。 えー、人たちが集まってこうマシュマロを焼いてみたいですとかね<お>、えー、歌を歌ったりとか普段言えないようなお話をちょっとしちゃったりとか何かまあちょっと素敵な夜の景色ですよね、うんはい、ちょっと楽しそうな景色にもなるかと思うんですが、はい、そんなことをですね「あの源氏物語」の中でもね、うんえー、ありましてもう絶世の、まあ、美男美女でもあります光源氏さんと玉一さんという、はい、まあ 美南美女の取り合わせがですね、えー、かがえり日の前で、うんえー、お会いしていると<ら>うん。でしかもそんな中でこう和歌なんかもね、えー、読み交わしちゃったりなんかしちゃって<ら>とってもなんか素敵な景色ですよね<ら>えこんな歌を歌っておりますかがりにえり、ー、に立ち添う恋の煙こそ世には絶えせぬ炎なりけ どううもありがとうございました <laughs> どんな意味かと言いますとこのかがり火とともに立ち上がるこの恋の煙というのはいくつになっても燃え尽きることがない私の恋の炎だって燃え尽きることはないよというね,うねとっても情熱的な要はこのかがり火が上がっている煙炎と自分の燃え上がる恋というのを重ね合わせているというまあ言っちゃってみればなんか。 もうですよね燃えてなんともロマンチックな景色かなと思うんですけども、ね、まあこう宗教的な意味合いとともにまたね過去の文学と比べてみるとまた違うようなね、うん、景色が広がってくるというもの言葉の面白さかなと思うんですがです、ね、まあねキャンプファイヤー行ってもこうねスマホなんかにを、ね、見ているんじゃなくて目の前のね炎燃え上がる炎を見て。 まあ何かしら燃え上がるものを感じていただいて、えー、素敵な夜をお過ごしいただければと思いますよね、えー、でもね蚊、えー、よけ、ね、の蚊取り線香とかね、はい、やっぱ炊いていた方がいいかなと思, <laughs> 思うんですけれども、はい、大,切大切ですよね刺されないようにお気をつけください、はいはい、3つ目にご紹介しますのが「しらぬい」でございます知 言葉は知ってるけど意味はどうだっていうところですねそうなんですよね言葉はもちろん聞いたことありますよね、はいまあ、字面もかっこいいですよね不、はい、知る日なんだ知らぬい、うん、しかも読み方もかっこいいじゃないですかです、ね、これはね何かと言いますと旧暦の8月1日発作と言われているその日にですね八代っていうまあ九州の海なんですけども、はい、八代海に新規道が出まして、はい まあ船の明かり、まあ、釣りをするためにこうつけるライトとかですねそういったものが大気上の光学現象によって異常な屈折を見せて<ー>、えー、蜃気楼として海の中にたくさんの光が浮かび上がることそれがもうほぼほぼまあ旧暦の8月1日を中心に出てくるという現象なんですよね。 で昔の人は当然意味がわからないんでそれを妖怪として見たりですとか、まあ、何かしらのこう恐れの対象であったりとか神秘的な、えー、こととして捉えていたようなんですけど今はね科学的に解明ほぼされているようなんですが、まあ、見える年と見えない年とあるようなんですが今でもねその旧暦8月1日になりますと様々な場所から知らぬ意を見に観光客が訪れるということですが午前2時とか3時頃が一番 その光が見えるタイミングらしいですね。で、えー、時にはもう何百何千という光が一直線上にパァと浮かんでいると。まあ古くからまあ日本では知られている現象でして、あの有名な日本書紀の中にもその記述が書かれております。景、え、行、ー、天皇という方が九州を行幸されたときにですね、まあ海の上で迷ってしまったと。うん。で、えー、あちらのね光の方向へ行くと。えー いいいんじゃないかということをアドバイスをして聞いて、まあ、近づくと光っていうのは消えてしまうようなんですけども結局陸地前にたどり着くことができたとあの光は一体何なんだと、はい、誰がつけてるんだと、えー、それこそに対して「あの光の意味は全くわからないんですと」と、うんえー「誰も知らない日」なるほどで「知らぬ日」「知らぬい」になってったというねわりましう,うーんということが言われているんですが。 この、まあ、旧暦のね8月1日発作っていうのが、まあ、ポイントかなと思いますのでぜひともね、まあ、8月あたりにこの言葉を使っていただいてもいいんじゃないかと思います,いす、ね、次にご紹介しますのがホウシゼミでございますあら去年もセミはちょっとねご紹介してますけどまた違うセミでそうですねセミの声ね聞こえてくるかと思うんですけれどもあ<ー>まあ「胞子ゼミ」まあ、これつくつく帽子のことを言っているわけですよねししかもツクツク帽子って少しね えー、夏の終わり際にこうそうそうそうですよね、うん、でなんかこのつくつく帽子の声が聞こえてくると、まあ、夏も盛りを過ぎて終わりを迎えていくのかなということで、うん、まあ夏の終わり、まあ、夏ってね何ともこうテンションが上がる時期ですので、うん、終わりというのがまあ子どもの頃は夏休みが終わってしまうんだというような感じもありますしうん、まあ、少し哀愁を 帯びるこのつくつく帽子の声とともにね、はい、え夏が遠ざかっていくのを少し惜しむということですよね。はい、振り返って見れば まあ、子供の時というのはね、まあ、虫かご虫取り網を持ってもう夢中でこうセミを捕まえたりとかカブトムシを捕まえたりとか、まあ、その時期その瞬間という,うのをもう全速全力で、えー、突っ走るということなんですけど、まあ、大人になるとねああいうなんか無が夢中になる時期っていうのはね、まあ、忘れてしまうのでなんかこのつくつく帽子の、えー、音を聞くとなんかああいう子供の時のね 教習みたいなこでもまあ寂しがってるわけではなくて、えー、これからまた秋という新しいシーズンが始まっていくまあ一つの生まれ変えじゃないけど新シーズンに向けてのね、えー、未来へのこうモチベーションを高めていくというようなこともね同時になんとなく感じていくようなそんな時期じゃないかなと思うんですが最後にご紹介しますのは「匂い」。 でございます。匂い。匂い。ちょっと字を見ます。匂い。匂い。あれですよね。もうドラゴンボールとかでも出てきますね。匂い棒って言います、ね。匂い棒ありますよね。そう。匂い棒。まあどうしてもね、まあ、お盆とか修仏教的宗教的なシーズンでもありますので、こういう言葉も出てくると思うんですが、匂いどんな意味かご存知ですか？ 匂い,い、まあヒントはあれですよね。もうま,まさに匂い棒ですよね。なんか伸びますもんね、匂い棒。匂い棒伸びたり縮んだりできるということで、はい、まあ仏教的な意味合いから言うと、はい、物事が思い通りになること,いといす、ね。そういう意味なんですか。というのは匂いというんですよね。欲しいもの全部変えちゃったらいいなとか、はい、なんだろうな、えー、やりたいことが全部できちゃったらいいなとか、はい、私なんかみたな俗人は思いがちなんですけれども。 そういうういいことでではないようなんですよよんすね物質的にもう何でも手に入れちゃうっていうようなことよりかは、えー、自分の内面が、えー、大変満ちたいて充足している状態でその上において、えー、思い通りになってる自分の気持ちが、えー、とても満ちたいて思い通りになってるという状態。もう何やっててももどんな状況においても もう足りてるともう全部もう思い通り旗から見ればそうじゃないふうに見られることがあるかもしれないんですけどもあえてうんまあちょっとまあ宗教的な時期でもあって、まあ、お墓参りに行くですとか感謝の気持ちを持ってお迎えしたりとかご先祖様に感謝をするというようなことかともあるんですけどもまた一方でえー 感謝するっていうことは、えー、自分に対しての振り返る期間も多いと思うんですよね、はい、うん、私にとって、えー、本当の、えー、満ち足りていることは何なのかとか、うん、内面における幸せは何なのかとかね、えー、ことを、えー、また同時に考える時期かと思います、うん、うん、このね夏という時期まあ暑い時期でもありますけどもね先祖へ向けての感謝の気持ちを改めて感じるような時期でもあるのでこの木をね、えー、チャンスと 捉えて、えー、自分の、ね、内面に向かって、うんえー、幸せというのを追求していくそんな機会を設けてみてもいいんじゃないかと思いますが、うん、これを機にね,うね、うん、考えてみて、はい、またそれもね茶尺の目などに使ってみて振り返ってみるのもいいかもしれません。 ぜひともね去年の分もぜひご覧いただきまして、はい、今年のねまた名も使っていただければと思いますこのように、えー、私のチャンネルではチャンネルにまつわるさまざまなことをご紹介しておりますのでぜひともね、えー、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますそれではまた次回はいまた次の動画でお会いしましょうししありがとうございました